部長、メール来てますよ。あ、じゃあ印刷しといて。課長、メール来てますよ。あ、じゃあ印刷しといて。課長、今日のレポートの提出先どこですか？ん？ああ、俺の机に置いといてよ。マジか。印刷して提出？まあ、でもこれぐらいしょうがないか。じゃあ印刷して置いておきます。あ？レポートと言ったら手書きだろ？心込めて手書きで書くんだよ、たく。最近のやつはすぐこれだ、まったく。中澤君さ、はい、あの通り目のエマちゃん、あ、はいはい、あれが件についてどう思う？どう思う？うん、うん、まあ、作者ネタ切れかなと初め思ってたんですけど、まさみさんどう思います？あれはね、まあ結構読者としてはミステリー仕立てでこう、はい、面白い話だったと思うんだけどね。いや、まあ確かに大どんでん返しな感じはありますけど、ついていけない読者も多いと思いますよ。そんなことないと思うけどな。あれはね、失礼します、うん、お、はい、あ、本日の会議資料です。失礼します。あ、はい。これ今日資料だいぶ少ないね。うん、ね、そうですね。大丈夫なのかね。なんか忘れてるような気もしますけど。もういいか。三分の一。君はね、努力が誰から評価されるのだよ。